こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルシオビットアーを始めていきましょう。はい、今回は必勝をかけます。佐世保ドッグス戦、12位ですね。で、現在の成績を見てみると、順位表を見てみると、18点です。勝ち点が。佐世保ドッグスは4点。これはまあ、まずっていうか残り4試合なので、これで最下位に落ちることはまあなくなりました。で、11位が函館ペンタゴンで7点。あと4戦で7点なので、2回差を詰められても、逆転はされません。なので、濃厚なのですが、ここで勝っておくことでダメを押したいと思います。で、その佐世保ドッグスですが、前回は勝ってますよね。これは。一勝しかできないチームですからね。それは勝ちます。完膚な S も少ないんで、次の函館ペンタゴンの方が、ちょっと選手データ的には面倒ですね。なんせ前年5位のチームですからね。S も多い。ということで、めんどくさいです。なので、早めに、ここで、勝って決めておきたいと思います。さてですね、いろいろ考えましたが、244でいきます。2トップ。これはまあ間違いなく出したいと思います。もうかなりいい選手が揃ってますよね。ここでは。さつきもまあいい選手。いい選手ばっかりですよ。ラカーですね、むしろ。リオあげるかな。節子もカナもいまいちなんですよね。エリカというならったらエリカですよね、今は。なので、こういう名詞になります。戦術見ていきましょう。このチャンスメーカーとか言ってますね。ダイナモは怖い。飛び込んでくるんで。ということで、左サイドの方が怖いですよね。さ、佐世保マリンスタジアム。確実にもう決めていきたいと思います。おっと、出ましたね。右サイド。おお、早くもチャンスを送った。決めた。早くも先制点。見事に、はまってます。攻撃がはまってますね。綾香から、ミオ。簡単にくるみに抜けて、確実にシュート。幸先を良い先取点です。
早いですよね。ちょっとくるみがキリキリ舞いだ。おー、取り切りました。さあこれミオが3位、右へ彩香に。これで、あーっと、そこには敵の選手が、くるみが、みゆき、ナイス。さあ、まどか。もう一度みゆきへ。ファールですね、これは。さあ、くるみが蹴ります。くるみのいるところは、緑がいたが、シュートは外れた。おっと。ナーコが待っているが、おっとっと、通っちゃったよ。日本ヤギ。おっと、これは、夏木が、なんとか取りました。どうやら緑です。緑、逆サイド、窓かへ。くるみ、2点目。素晴らしいですね。それで緑で、窓か、くるみ。緑。さあ逆に相手が方がファールですね。さあこれピンチです。ゴール前、夏木が待っていた。しっかりボールをキープしていきます。さあ逆サイドへ。さあ窓か、おーっと入ってしまった。これ3対0。渡すつもりがシュートになりました。これで早くも安全圏内から動きが確実ですよね。あやかから窓か。くるみ以外でも点を取れるっていうのはいいですよね。すごい長年の課題でしたからね。さあ、ほとんどもう試合終了直前、長い。これは出ました。ここで前半終了です。使いはそんなに溜まってないですが、ここでポイントになるのが、まだ早いですよね。くるみ、サイン抜けた。さすがくるみ、渡した。緑。シュート4点目。決定的ですね、これは。くるみのパスプレイ。緑、そっと渡して、強烈シュート。結構、角度的には厳しかったんですが、それでも押し込んできました。オフサイドですかね。さあ、ゆっくり行きましょう。と、ここでちょっと選手を、まだバテてないのか。確率が上がっていきます。おーっと、フリードアに取られてしまった。気をつけろ、ここは。糸崎。ピンギはパンチング。ここでミオ、マドカ。です。この3人を、変えていきます。どっちがいいんだろうな。まあ、サヨかな。さらに、裏川を、裏川じゃなくて、リオに変えていきましょう。今後のこともありますんでね。これで交代枠を一気に使い切ります。
彩香、彩香ロングシュート。さあこれで選手の交代が行われます。おーっと、キーパー横飛び。締めてみましょう。佐世保はかなりバテてますね。さよさよ、即戦シュートだ。ここはあとキーパーチャージングは決まらず。さね、好きだ。これは外に出てしまったが、おっとここで佐世保の台合わせ当たって、こちらボールだったなんですが、現在ボールは佐世保ドックスが、佐世保ドックス攻めますね。さあここ落ち着いていきたい。おっと緑渡った七子、5点目決まりました。緑パンチングが、そこが七子のいるとこだったというオチです。おっと、くるみに渡った。さあ、くるみ一気に走って。はい、6点目です。もう、ものすごい、気持ちよいワンサイドゲームになりました。素晴らしい。日本柳、日本柳もかつては結構強敵でしたからね。はい、試合ホイス終了です。6対0。これほど安心して見られる試合、ほんと久しぶりですね。前半7分、いきなりですね、この縦パスを確実に決めて、もう守備も戻る暇もないっていう感じでした。これは決まりませんでした。その4分後、日本柳、ここピンチだったんですが、振り向きざわしと打つけど、来ます。さあ、そして、まどかが上げたところをくるみが待っていました。緑が逆サイドへ。逆サイドも多いですよね。逆サイド攻撃も。前半42分、さらに彩香上げ、そこにまどか。これが、パスなのかなって思ったんですが、入ってしまいました。さあ、さらに後半いきなり3分。くるみがうまい、突破力で、緑にちょこんと渡して、ちょっと厳しい角度だったんですが、キーパーの右からシュートを打ちました。さよが当て直線。さあちょっとピンチの場面もあったんですが、ここはゴールをはめます。そして後半36分、緑、ここに七子が待っていた。さよが一気のロング縦パスから緑がシュート打って、これはキーパー阻んだんですが、七子は待っていた。さらにここで美穂香はまた縦パスでくるみ、美穂を縦パス有効ですよね。これはもう確実に上がっていって決めました。6対0対象です。ボールの支配率はなぜか相手の方が多いんですけどね。シュート本数枠内ともこちらがリードしております。さあこれで9位に浮上です。
6勝10敗ですね。3引き分け。勝ち点21。残り3試合です。3試合ということは、どうなんでしょうか。はい、というわけで、次回はジャパンカップ1回戦ダイハード富士見戦ですね。ダイハード富士見はステップリーグ1位で、勝ち上がったチームです。一昨年去年クラワンカリバーズは優勝したんですが、そこの一緒に戦って8位でした。なので、これは負けるはずがないと思います。ちょっとこれは力差がある感じですよね。まあ、普通に戦えば負けるはずがないというところです。はい、気持ちよい勝ち方で、この試合を終わらせることができました。はい。これね、ほぼ、N1 残留は、決まりだと思います。次回は、ジャパンカップ1回戦、ダイハード富士見。こちらも、勝ちを取っていきたいと思います。ゲーム動画でいこうではチャンネル登録、募集しております。ぜひぜひ登録お願いします。また道具はお持ちの方、何人目かで、登録したかを書いていただければいいことあるかもしれません。よろしくお願いします。またこの動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリストを流れます。お時間ありましたらそちらの、プレイリスト、動画にもアクセスしていただければ嬉しく思います。というわけで、カルチョビットは、大解消をお届けして、お別れいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。